うぬ。それでお主は30万の部下でも止められぬ。上様、なすべきことをせい。我が息子を殺した者に言葉はない。龍之介様に手をかけたのは決して我々ではございません。大城無限の死も我々のせいではありません。真実を歪めていたのは上様の弟君です。そのような至極けしからぬ言いがかりを信じるはずなかろう。証明するものがあるのか。証言がございまする。おいではないか。これがお主のやり方か。この畜生が、あんたの息子をその手にかけたんだ。嘘です、おじさま、嘘です。汚れた忍びが刀で襲ったのを見たのです。こやつが、こやつが龍之介を殺した。違う、これは嘘よ。続けろ、おいよ。こいつは無限先生も殺した。すべてはあなたを欺くためです、おじさま。世を傷つけ、嘘をつけと脅された。だが屈しはせぬ。すべて知っているのは現場を見たからということだな。違います。なぜそこにいた。龍之介がどこにいたか、どうやって知り得た。おじさま、あなたは分かっていらっしゃらない。私に嘘はつけぬぞ、おいよ。答えろ、正直にな。誰が、この部屋の誰が世の息子を殺したのだ。お願いです、おじさま。世は父上の言う通りにしただけです。したくなかった。父上が刀を用意し仕向けたのです。悪いのは世では。もういい、もう口を開くな。昇る弟め、今まで騙していたのです。気づくべきであった。戦いへの執着、平和な策を話すといつも反対した。弟は平和を欲していなかった。征服を求めていたのか。もし生まれたのが100年も前であれば、最強の将軍になっていたであろう。過去の闇は今をもう曇らす。失ったものへ私たちは復讐を望んでおります。しかし上様の指揮にお従いいたします。無限様がかつてそうであったように。無限、死してその忠誠を果たそうとするのか。我が弟に名誉の死などありえぬ。死して忘却へ、歴史の片隅にのみ存在すべきだ。本拠地へ乗り込め、駿府城にな。弟と対峙し、なすべき責務を果たすのだ。戻ってきた時、そなたらの処遇を話そう。仰せのままに、上様。では行け。一刻も無駄にはできぬ。お前もだ、昇る。あの二馬車で行けるのはそこまでだ。準備はいいかい、じいさん。興奮すると若返るの。
熊でさえやる気満々じゃ。そうだな。他の奴らもそろそろ配置についた頃か。こっちだよ、愛子さん。もうじき着くよ。大した高校技術ね、ゆきちゃん。さあ、これからが大仕事ね。登るに近づくのは容易ではなさそうだな。最善の道は常々見えないところにあるもんじゃ。わしが前に教えたことを思い出せ。井戸はそれぞれつながっておるんじゃ。では城の上部に行くには井戸が使えるってことだな。たくま様は井戸には鍵がかかって入れないと見ているわ。城前には鍵がある。私、鍵を探せるよ。途中で私たちの変装用の服も探さないとね。いいでしょう。他の仲間とは途中で合流して、井戸には一緒に入りましょう。そこから先は入ってから計画しましょう。さて、始めましょうか。準備万端だよ、愛子さん。わしは準備できたぞ、ハヤトよ。よし、とっとと終わらせよう。そうだね。今は優位に立っているわ。移動中よ。終わった。猫と鳥、差し足、小刀はダメよ。静かにして。用心深く。敵は私たちが来るとは思ってないわ。待つのって退屈。そう、静かにね。そして朝の雪。見られないようにする。最も優雅な愛しの人よ、見守っててください。キツネが狩り中よ。時間は無駄に見張る人たち、気づかれないまま。はあ、面白そう。抜き足。こっちじゃないわ。近道があるよ。他の道を探さないと。ゆっくりと。周りを見てみましょう。ジャンプして登るの。共に行きましょう。特別な子ないわ。
イエイ、やった。今行くわ。お侍さんのため。殺しちゃダメよ。いつでも準備は敵の視野に入らないよ。ちゃんとメロディー。誰か行くわよ。やわらかしの時期、静かな意思表示ね。敵は私に狙ってほしい。準備完了。行かないの？頼りにされてるんだから。簡単ね。静かにして。竜の叫び。ちょっと待って、リロード。目立たないようにします。愛しの人、見守っててください。準備いいわよ。団結するのです。しっかり見張る人たちようね。最も優雅な鼓動。もちろんです。ノボル様、皆の者、ノボル様の言葉が聞こえた。見事な技じゃん。たくま先生。ゆきちゃん、みんな無事に出てこれて安心したわい。これで私たちの役目は終わりね。あとは上様への報告だけよ。俺は行けない。え、なんで？私たち将軍様の命通りにやったでしょ。俺は上様のために動いたんじゃない。俺自身、それから分かるだろう、誤解しないでほしい。あんたたちが嫌いとかそういうわけじゃない。これまでと同じようにはいかない。わかるわ、ハヤトさん。では、わしらもハヤトに習うとするかのう、ユキちゃん。
将軍様は私たちを探しに来ない。大丈夫、ユキちゃん。上様には報告はするけれど、私にはまだ取引できるものがあるから。上様がそれを受け取れば、このくらいの命令違反は見逃してくれるかも。じゃあこれでお別れなの？この先の道のりは長いぞ。もうちょっとばかり旅を続けて、この先でお別れするのはどうかの？うん、そうしていい。愛子さん、いいよね？私は反対しないわ。あなたはどうするの、ハヤトさん？まあいいだろう。あと数里くらいなら我慢してやらんこともない。のぼるの死により影様の陰謀はようやく終わりを迎えた。歴史が真実とは限らない。歴史はのぼるが実の兄によって軟禁され、そして自決したとされている。陰謀や反乱に終わりはない。しかしかの幕府はその後300年もの間平和を維持したのである。無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないが、しかしその偉業は多くの伝説を生み出した。将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか。名前も功績も世に出ることがなく、その物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだ。